はいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番好きよ、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 好きよ。星、あ、まだ光ってるぞ。おい、近づいてくるみたいだぞ。本当だ。UFO かもしれんぞ。確かこの辺じゃなかったか。お、ラムちゃん、あ、危ない危ない、ダーリー、大丈夫ダーリン。勝手に落ちてきやがって、うん、さっきの音にびっくりして落ちてきたっちゃ。え、じゃさっきの流れ星ラムちゃんの UFO じゃなかったのか。えらい迷惑だっちゃ。なんだこれ、カラステング。まさか。なんだこいつ、薬を飲もうとしてるのか。ひろとこ合格にゃ。クラマ姫のもご発見、応援隊のも了解。風に乗っていくんじゃ、おりゃ。ずいぶん早かったな。あ、これがクラマ姫の石ジャム子。はて、ガツヒロとかやろ。なんでなんで無視しやがって。どうする、うん、姫は面食いだからな。しかし連れてきたからに。でもあいつ勤務中にまた酒でも飲んだ、見間違ったと違うか。なんでなんで俺の目を疑うのか。おっと、あ、クラマ姫の向こうが逃げるぞ。逃げられたら一体だ。電報もんだぞ。あ、あっちだ、方向を変えろ。はい。ははは、危ないところだった。異星人の扱いは面倒だぜ。しゃあない、こいつで間に合わそう。俺をどうする気なんだ。ク
クラマ姫と一夜のちぎりを結ぶんじゃ。天狗は天狗同士ちぎればいいじゃねえか。わしらの星は人間型の男がおらんからな、異性の男をあさっとるんじゃ。いやー、じゃ天狗のエイヤバケモノなんかとちぎれるか。目覚めの口づけを差し上げ。目覚めの口づけ、わあ、一夜のちぎり、お星様の願いが叶った。おい、早く開けろ。やっぱり考え直した方がよかないか。俺もそう思う。早く開けるんだ。分かったよ。困ったの。気に入らねえな。俺の選んだ男にキンキンつけられて。今開けちゃうから。いただきます。待て、待つんだ。他を探すことにする。すげちゃいかん。待て。わしは色男を探してこいって言ったはずだぞ。なんだこの狼男は。わしはこんなアホとちぎりとうない。鞍馬姫、わがままを申されますな。種族維持のためですぞ。そうですぞ、ちぎりましょう、ちぎりましょう、今すぐに。触るな、貴様。ダーリン、もうこんなとこでまた浮気してたのか。ラム、なんだ貴様。ダーリンの妻だっちゃ。人の夫であろうと目覚めの口づけを交わした者はちぎらなければならぬという定めがあるんじゃ。そうなんだ。口づけ。いや、あらつい。悔しい。うちにはしたことないのに。あ、婿殿が。帰りましょう。強烈なやり方やの。他人のものとなると手に入れたくなる。さがよの。バカら、話ができすぎてるよ。カラス天狗の姫というからにはこういう顔だったんだろう。いやいや、もっと。やめれ。こんなもんだろう。誰がこういう顔じゃ。わあ、天狗の姉ちゃんだ。姉ちゃんではない。クラマ姫と呼ばんか。クラマ姫様様様。またうちのダーリンを誘惑しに来たのか。おお、昨日の鬼か。鬼と夫婦になるようなアブノーマルではわしの婿としては失格。クラマ姫様。ダーリン、そんなカラス女に何するっちゃ。目の前にあるとつい。何よその女。貴様、鬼だからと思ったら座敷わらしとも付き合っていたのか。座敷わらし。こんなのと付き合うから性格が歪むんだ。今後わしが貴様の教育に当たるぞ。わしとちぎりたかったらわしにふさわしい男になれ。来い。なります、なります。ダーリン、アタル君。まず身を清め、雑念を払え。お前が清めた分わしが怪我されたらかなわん。今度は寒くなかろう。この上を裸足で渡ってこい。精神を統一すれば熱くなんかない。アホらしい。早く帰りたいわ。時間外勤務だもんな。その上手当てなし。要するに渡らせりゃいいんだろう。この手を使えば絶対だぜ。アホリホリアツンツン、アホリホリアツンツン。精神統一の力を。桁外れの雑念じゃ。わしとちぎるには知力も優れておらねばならん。さ、読め。こんなの読めるか。どこが読めん。ここここ。ああ、
何をするんだ。貴様の精神をここまで腐らせている原因を探るんだ。精神構造を映像化しろ。そうか、これで俺の誠意と真実の愛を分かってもらえるはずだ。なんだこれは。おやつの頭の中、女の子とばかりでいっぱいですよ。うちのこと一番思ってくれてるっちゃ。見てやれ。嫌い、好き、嫌い、好き、嫌い。ラムのこと一番好き。うわー、うるさい。一番好きって言ってくれたっちゃ。好き、嫌い、好き、嫌い。しのぶのこと一番好き。まあ、しのぶ嬉しい。どういうことだ。はーてよーし、もっと調べるんだ。はい、わかりました、姫。目的的のほど強烈でございます。全てはそれが原因だ。人格改造の方法が分かった。アニマ光線を照射する。え、女性的要素を増大させ男性欲望指数を抑える。このままのダーリンでいいじゃん。やめてよ。うっせえ。やめてくれ。やめてくれ。欲望よ減少しろ。いやいや、やめろ。改造なんかしてほしくない。このカラス女、欲望上吹き飛ばしてくれ。ありったかのアニマエネルギーを照射してしまった。ということは、こいつの精神は女そのものになってしまったのだ。リリックな気持ち、あたし綺麗。どうも。気持ち悪い。ダーリン、お姉さん、もう話す。あれだけ女性要素を吸収してもまだ女に迫るとはの。それじゃな。だっちゃん、来たっちゃん。あんた本当に子供？ジョワー！わー！とにかく信じることが悟りの第一歩じゃ。はあ、なるほど。確かに何かに取りつかれた顔をしておる。何かが隠されておる。このようなところに毎日通っておったのか。ダーリンは学習塾だって言ってるっちゃ。微妙な、こんな給水塔の中に何かが隠されているっちゃ。苦しゅうない、近くば寄って目にも見よ。はい。見るのは黒板だ、黒板。いやー、恐ろしいことじゃ。諸星当たる今度はカラス女の虜となったか。あのアホガラス、まだダーリンを諦めてなかったっちゃ。であるから、S イコール M 分の1シグマカッコ X マイナス M カッコ標準偏差 S は貴様ら。俺をつけてきたのか、ラム、チェリー。何、わしの変装を一発で見抜くとは。お主も成長したの。お前、俺を相当なめとるな。
ほうほう。すると諸星あたるをまともな人間に教育しようとして。そうだ。ありがとうダッちゃん。俺に座布団はいらん。ケチ。それで、わしの星では目覚めの口づけを交わした男とちぎるしきたりとなっとるが、その相手がこいつだったんだ。だが考えてもみろ、今のままこいつとちぎったら我が鞍馬家の子孫は破滅だ。種の没落だ。おいたわしや鞍馬姫。黙ってりゃ随分むごたらしい想像。ダーリン、ここまでコケにされて平気なのか。俺という男はな、バカにされればされるほど燃えてくるんだ。どうしてあんなのがいいんだよ。しつこいね、お前も。一夜のちぎりってのが魅力なんだよ。後腐れなくって。やあ、ホームリー。ママだな。なんとかしてよ。ホームリーなんかじゃないわい。カラステン。話してくれ、話してくれ。なんでここに来たか言っちゃ。言わんとどついてるぞ。ま、待て、わしはメッセージを持ってきたのじゃ。うん、これがメッセージか。ああ、ダメダメ、関係者以外マルシなのじゃ。どうせこんなのダーリンには読めないっちゃ。あやつそんなにアホか。どない書いてあるんや。都合により明日の塾は休み、ただし先の場所に来られたしだってさ。ダメだ、今日という今日は逃がさねえぞ。今までサボった罰、今日の掃除は君一人でやってよ。いいわね。しのぶ、広い学校の校内でこうして二人が巡り会えるなんて奇遇だな。何を言いたいの。掃除を手伝う。掃除が済んだらどこ行くの。え、あのカラス女のところ行くんでしょうが。どこからそのようなデマが。デマじゃないっちゃ。あ、クラムからのメッセージだっちゃ。読めん。今日の塾は休みだっちゃ。遅い。今日は大切な人格強化訓練の日だというのに。貴様、本当にメッセージを届けたであろうな。届けましたわい。逃げたのかな。それはあるまい。諸星あたるという男は一夜のちぎりという餌のためならどんなバカらしいことにも身を投げ出すはずじゃ。クラマ姫、あいつ全く別のところを歩いてます。にゃに。よっと、あった。 おっとっと。しつこいやつら。しのぶ、ついてくるな。そうはいかないわよ。今のうち。逃がさないっちゃ。出てこい UFO。 UFO に来るっちゃ。離せ離せ。うるさい女どもが。ダーリンをどこに当たっちゃ。アタルくん、この中に入ったらもう遅い。この中に。もう誰も入れ。じゃ、もう会えないの、アタルくんに。このドアの向こうは精神アスレチックランドなのだ。戻ってきた時にはすっかり女嫌いになっておろう。アタルの性格を直すのは悪いことではない。お茶。えい。ここはどこだ。お、いい女。うさぎさん、遊ばないねえ。わーか。
ローサム、今日は早めに。あら、おゆきさん。あら、どちら様だったかしら。いやー、ほんと会ったことがあるんです、あたと。お客様はみんなそうおっしゃいますのよ。そろそろ看板です、お勘定ね。あれ変だ、財布がない。まあ無銭飲食ですのね。待ってよ、おゆきさん、僕とあんたの仲知りませんよ。動くな、警察が逮捕する。さくらさん、あんたいつの間に府警さんに。お前なら知らん。あー、ちょっと そろよろしいんじゃないですか。よかろ。ダーリン、アタルくん。やだ、もうやだ、女怖い、死ぬほどやだ。少し聞きすぎではないかの。いや、これで女への恐怖心と不信感が決定的に植え付けられるんだ。いや、女、アタルくん、今まで夢を見てたのよ。そうだっちゃ、夢だっちゃ。夢、すると、これが現実。これが現実。うわぁ、いいな、いいな、現実の女はいいな、ね、最高。ちっとも変わっておりませんな。現実の素晴らしさを再認識しておるが、潜在意識の髄まで腐った男だ。ちぎりたくない。ダーリンに仕掛けられた恋の罠、一通のラブレターと架空の女性クミの男、うちらの中を裂こうとする陰謀を秘めて運命のイブが来るっちゃ。次回はときめきの聖夜で会えるっちゃ。